ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。大阪地検特捜部の証拠改ざん事件。郵便料金をめぐる不正事件で、村木厚子さんの無罪判決が出た直後の2010年9月、大阪地検特捜部の主任検事が、証拠品のフロッピーデスクのデータを そうの見立てに合うように書き換えたことが発覚。主任検事は証拠隠滅容疑で逮捕起訴され実刑が確定しております。特捜部長と副部長、特捜部副部長は改ざんが濃いと知りつつ幹部に虚偽の報告をしたとして逮捕され有罪が確定。最高裁の報告書は改ざんの判刑に 部長が村木氏的発を最低限の使命と感じたことによるプレッシャーがあったことも可能性も否定できないと言っております。それではお先に失礼します。